赤が映える、スタッフが住みやすさを考え抜いたフレッシュシェア赤塚をご紹介します。実は都内へアクセス抜群の板橋区赤塚エリア、東京メトロ有楽町線、副都心線が乗り入れしている地下鉄赤塚駅、そして少しローカル感のある東武東上線の下赤塚駅は池袋まで15分のナイスロケーション。物件の目の前を通る川越街道沿いには生活に欠かせないスーパーや薬局、郵便局、飲食店など多くの店舗が軒を連ねています。近くの左が丘公園や都立赤塚公園はジョギングするのに Very good。 日本で3番目に大きい座像東京大仏様が見守る、そんな安心感のある生活も便利なエリアです。おしゃれにフルリノベーションしたフレッシュシェア赤塚、建物正面の赤塚の赤を連想させる看板板が目を引きます。地上3階建て鉄筋コンクリート像、防音仕様で地震の揺れにも強い構造、玄関はオートロック、宅配ボックスも完備で、玄関からリビングへのガラス張りのアプローチはコンパクトながら洗練されたデザイン。南向きで全体的に日当たり良好な物件の共有部キッチン&ダイニングスペースは窓を広く取り、落ち着いた雰囲気でくつろぐことができます。全て違う形で構成された個室はお部屋の番号まで Don't miss it。 1階は秘密基地のよう、1階、3階は天井が高く、形、広さ、日当たりなど使いやすいお部屋をお選びいただけます。一番日当たりのいい3階をランドリールームにすることで屋外で洗濯物をしている気分で Feel good。 多すぎない、12部屋の居心地が良い、そんなハウスを目指しました。 Welcome。